験、歴史が好きで、たまたまあの美術とか芸術とか、まあ、だってこれ女性着れるのも好きやけどね。あのパリに全く一遍も憧れてなかったっていう、全然気に入らない、アフリカの方が好きですっていう写真も中にはおっしゃるかもしれないけど、あの地理の先生がね、あのでそれだけか、それだけ行ったらどれぐらい行ったらあのパリに永住権もらえるとか、パリって結構あの移民をものすごく受け入れるところなんよ。だけど意外と地下鉄とか乗ったら白人じゃなくてあのアフリカからの人っていうのがあのよう乗ってます。うん、だけ、まあ、じゃあ治安がいいかと言われたら分かりません。うん、あのいい面、悪い面、いろいろあると思います。で、とにかくでも、まあ、市が規制をかけてるという意味では確かよね。そういう意味ではね。だけ、新しく広告を出さない、出させないって今してるのは、悪いことじゃないかもしれんけど、だけん結局今野立看板が増えやろ。逆に野立看板綺麗じゃないと思っちゃうね。私あれやっぱ色の規制とかかけた方がいいと思っちゃうけどね。土俵も町の景観って意味で、場所に読みますかね。あ、じゃあそのそういう風に決めた方がいい。ここは出してもいいけど、ね、この辺は出すんじゃないとか、うん、規制がかかるところと規制がかからないところと、あの結局今からは物ではなくこと消費が多くなっていくってことになったらさ、あの観光都市っていうところはさ、観光重視しとんのやったら街の景観大事にされないっていうところやろね。でしかもじゃあ広告も出していけないんじゃなくて、その出し方もちょっとこう 色とか表現にこう規制があるとかね、なんかそんなんはせないかもしれない。で規制とかあるなんとかもないばってんね、あのちょっとそういうことだけ、まあやろうとしようことは常にいつもドンキホーテやなと思うよったら、なんか だって別に規制もかかってないのにあえてこう目立たんことしてみるとかさね、なんか変わったことしましょうねって感じちゃう。私ね、だけど変わったことしましょうもんやけどさ、他の人と違う言葉しようもんやけん、そうやって分かる人にはこう、まあ、見つけてもらってるという状態で、ね、それがちょっと私にとっては小気味いいんですけど、だけまああのそれでも実際に商売やけんさ、経済的に成り立たんことには話にならんちゃ。だけどそこら辺のこうすり合わせというか、そこは大事だけどね。ちょっともうもうひとひねりじゃないかん。これこのままただ出したら落ちる。普通充電をでも普通充電を頼んでも意味ないっちゃうね。だから一番最初に言ったように月決め駐車場やね、そこね。ああ。月決め駐車場ならいいもんね。だから別にほら、そんな100、もともと200万なんていうそんなシステム使わんでいいし。でもそれによって、本業の店が利益が上がるかと言われたら、またそこつながらぼって。月決め駐車場ではね。この小規模事業者帯属化補助金には適合しません。これには適合しません。うん、でもいや、まだ時間はね、5月の27日必着やけん、まだ時間あるっちゃ。うん、まだ諦めるには早い。まだ諦めない。ただ、今の段階で原稿を仕上げたとしても、もう辻褄、ちんぷんかんぷんで辻褄上がってないけん、ちょっと待ってくださいね。